こんにちは、ピアノ屋 .com の宝田です。ちょっとすっきりしてますけれども、今日はリメイクのピアノの、仕上がりの状態の動画です。こちらにねありますね。ちょっと変わったモデルなんですけれども、はい、アデルスタインというメーカーになりますね。で、このピアノなんですけれども、今週ねちょっと就業後のピアノ屋 .com で作業中の様子とか撮ってたピアノでもあるんですが、他のもねちょっと撮りたかったんですがもう出てしまいまして今はありませんが、このピアノなんで今お撮りしてるかというと、リメイクという形で修理で入ってきたピアノなんですよね。で、今週の動画で革のね黄色い鹿革のところの張り替えやってる様子とか撮ってたかと思うんですけれども、ああいった形で内部の修理は完全にさせていただいて、で外のね外装のところは磨きのみでご注文いただいております。はい、なので汚れ取りと、ちょっと細かい傷をある程度取ってっていう形で、ここまで綺麗になります。結構ね、その磨きの作業とかでどのぐらいになるのかって聞かれることが多いので、そのね目安になればと思ってちょっと撮ってるんですけれども、蓋のところも閉めるとこんな感じです。なのでこの方はねリメイクの内部のコースプラス磨きの作業だけご注文っていうような感じですね。はい。で、磨きの作業だけですので当て傷は治りません。で、当て傷がある場所がこういうねこうコツンと当てたようなこういう感じの傷、これはね磨きの作業では治らないんですよ。ここにもありますね。こういうのは完全にどうしても治りません。ここはねどうしてもね埋めて傷を埋めてもう一度塗装をかけないと治らない部分になりますから、そこがね全て塗装をする完全コースとの違いだと思っていただければいいかなと思います。で、前のところも、金属とかはね綺麗になるのでいい感じに仕上がってるんじゃないかなと思うんですけれども、この文字のところも綺麗ですよね。金属もね磨き頼んでいただいたら結構綺麗になります。で、ただねこのねすり傷とかもある程度取れるんですけれども、深いすり傷までは取れません。で、深いすり傷どんな感じかっていうと、ここ見てください。この辺りツルツルでね、この辺はツルツルなんですけど、ここからシュッシュッってありますよね。これはね通常の細かいすり傷ではなくて、深いすり傷は本当にこう何て言うんですかね、いやこう三角の山形に穴が筋が入ってるような感じになるので、これはね磨きの作業だけでは完全には取りきれないんですよね。で、こういうのも全部直したい、先ほどのこういう当て傷も全て直したいっていう時は全体コース全てやるコースを選んでいただければと思います。で、例えばねうちの方は臨機応変に対応させていただいているので、例えばこの表のここにだけゴツンとでっかい傷があると、でここだけ直してほしいとかっていうことを言っていただいたら、それほど料金いただかずにそこだけの傷代で修理することもできます。ちょっとね傷の大きさとかここの塗料の種類とかねその状況によってお値段結構前後してしまうんですけれども、一番やりやすい傷であれば8,000円9,000円ぐらいから修理できると思いますので、そういうものをご希望があれば言っていただければと思います。せっかくなのでちょっと中も取っときましょうか。ね、先日もちょっと取ってましたけれども、もちろん中の磨きも全て終わっていい感じになっております。フェルト類もね新しく張り替えてますから色がとても綺麗ですね。で、後ろも写しておこうかな、あんまり撮らないんで。後ろもねもともとそんなに汚い状態ではなかったんですけれども、汚れ取りしてるのでツヤがね後ろの響板も出てますね。はい、こんな状態です。このぐらいですかね。で、もちろん調律もやってますんで、なかなかねいい音になってるんじゃないかなと思いますね。はい、最後ね多分仕上げのチェックだけまだだと思うんで、今組み上げが終わってすぐなんでね、それだけやって出発になるかなと思います。リメイクの、内部コースと、外装の磨き、また金属の部分のね磨きだけやった状態がどんなものかっていうのをちょっと今回は撮らせていただきました。リメイクをね頼んでいただく目安になればと思いますので、またわからないとこあったらご連絡くださいね。どうぞよろしくお願いいたします。さようなら。